航空機内装品メーカーのジャムコは、航空機のシートなどで不正な検査が行われていたと明らかにしました。社内調査によりますと、子会社の宮崎ジャムコで航空機のシートや内装品を製造する過程において、検査資格を持たない社員が検査を行っていた事例が2015年から4年間でおよそ4400件あったということです。不正の原因について大北社長は、業務量の増加によるしわ寄せだとしました。ジャムコは現時点で品質に不備はないとしています。